初めての、場所ですけども、ね、すごいですよね。今日はちょっと薄い雲が張っていてね、天気はいいんですけども、初めて来ました、これからですね、与那原の方のですね、歌姫、民謡のですね、歌姫があるんですけども、そこをちょっと、覗いてみようかなと、思います。それではこれから、佐川さんと一緒に、行ってみたいと思います。またやーさい。イエイ。